昨日はよくも危うく俺だけ異世界に。何の話？なんでもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワード、いろいろ言ってみるしかないぜ。無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつーことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつくか。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える？金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの？なら本物の銀行とか？それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな。犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え、俺なんか言った？金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。何あれ。歩く ATM。 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。町全部ったってどっかにアジトあんだろ。探そうぜ。よし行こうぜ。
ジョーカー、もしや、そんな、くっさ、ジョーカー、金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもな。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。やれやれ。